ドラミちゃん。はい。じゃあ。ドラミちゃん。こんにちは。じゃあ。ドラミちゃんになったんですよ。ドラミちゃんになっちゃう。もうドラミちゃん要素だ。いいですね。いいですね。ドラミちゃん要素。これはあのパリーグやってもらったけど、結構な説得力だった。いやー、本当にもう。斬新だったもんね。そうですね。なんか手が優勝。意外性もありましたしね。さあ、今日はセリーグという。来ました。来ましたね。これはある程度もう分かってんじゃないの？大体もう、まあ、大体クラスと B クラスはなんか分かれてるような気がしてならない、うん、俺はな、うん、セ・リーグは最下位チームからいっていう。おっ、下から。あ、じゃあ俺も一緒に予想していく。ああ、いいですね、いいですね。バンバン出していきます。バン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 っていく。いいですね、いいですね。行ってみよう。よー、じゃあ俺から行った。そうですね。そう、俺から行った方がいい。つらいわ。置きに行くで、行ってみようと思ったからな。寄せに行く可能性あるんで、豊さんから行きますよ。誰が寄せないよ。寄せてる疑惑がね、ちょっと前回。じゃあ最下位。はい。阪神。お、おー。やっぱね、糸井と福留、確かに立派な選手だよ。はい。でもそこに頼る、もう年じゃない。やっぱ藤浪もああいう状態だし。はい。それとルーキーが 1,2 番打つ、これはやっぱ素敵なことだと思うんだけど、フレッシュ感があって、はい、でもそこにまた頼るかっていう感じ。あ、それとキャンプで一番笑顔があったのが阪神なんだよ。お、でも鍛えなきゃいけない時に俺笑顔って出るかなと思って、なんか人が物をつかみに行く時って必死だと思うんだよ、はい、その必死さがなんかちょっと感じられなかったのが寂しい。他球団と比べたら、だから阪神が最下位。さあ、ドラミちゃん。はい、ドラミちゃん行きましょう。はい、最下位はですね、はい、ヤクルト。おお、おお、マジっすか。ここで来ましたね。こういったカードが出ました、はい、これはですね、自信を失っちゃうとか力が出ないっていうカードなんですよね。本来今まで自信があったところ、はい、うん、あの自信を持って発揮していた選手の力が出なかったりとか、うん、そういったシーズンになってしまうですね。まあ、例えば山田哲人が、そうですね、はい、ちょっと成績が上がってこないとかね。坂口があれだけ打ってたのがピタッと止まるとか、まあ、そういう現象が起きてくるということだよね。そうなんです。でも若手も結構伸びてきて勢いありますけどね。最後の話聞きなさい。失礼しました。デジモないんでね。はい、聞いたんですが、はい、意表をつくといいですよ。意表をつく、意外性、意表をつく、ちょっとどれだけ困っちゃうんですよ。そんな感じで、そんな感じですか。いいんですか。意外性のある、はい、ことをするといいということなので、まあセオリーから抜けた、 あるいはそのあまりこう注目されていなかった選手を抜擢するとか、そういったことがいい結果に結びつくよ。ただ小川監督はさ、意表つくのが下手なんだよ。真面目だから。大胆さがないもんね。堅実さはあるけど、あの乙女座なので非常に繊細で神経質で慎重なタイプなんですよね。なるほど。だからこのアドバイス、この YouTube チャンネル小川さんも出てて、そうですね、もらったんですよ。だから見ててくれたらアドバイス聞くと思います。ぜひ、意外性で。意外性で。意外性。そしたら再開を脱出できると。はい。なるほど。ただ今年は苦しむんじゃないかという予想だと。まさか。再開予想。いいですね。かぶらず行きましたね。最初から。じゃあ、5位。5位行きましょうか。5位は中日。あ、近藤さん。いや、中日は俺あの去年も A クラスがあると思ったんだよ。そのぐらい途中でガーッと来たから。だけど8回9回のピッチャーがいない。ここで何回やられた。やっぱりそこ神宮の悲劇でしょ。俺野手は阪神よりもものすごく評価が良かったです。両外人もいいし、まあ周平、まあ京田もそんなことないだろう、去年みたいなことないで、大島安定、平田もいい。もうこうなってくるとあとピッチャーだけなのよ。ただピッチャーの駒が足りない、先発の。あと後ろ鈴木洋が本当に今年しっかりできるのかとか、田島がいいのかとか、まあそういうところにかかってると思う、うん、だから課題は分かってる。だからそこの課題を克服したらまた A クラスのチャンスっていうのは見えてくると思うけど、まだオープン戦の今の段階では見えてこない。あ、だから5位にした。なるほど、泣く泣く。さあ、ドラミちゃん。はい、5位はですね、巨人。うわー、すごいよね。マジっすか。でも巨人は優勝するためにあれだけのスタッフを揃え、監督を変え、そうですよ、あれだけの補強をした。どう解釈します。こういったカードが出ました。これは噛み合わない
とか波に乗れないみたいな。なるほど、なんか乗れないケースね。だから先発がすごくこういいピッチングをしているのに打線が沈黙、うん、そして中継ぎは炎上みたいな、そんなことがちょっと起こってきたりとか、まあその補強した割にはあれっていう、狙ったことが出ないっていうような、そんな感じになってしまうんですね。すごいよな。まあドラミちゃんは野球も好きだから。あ、そうなんですか。それは加味した上で、加味して、あ、どういうことになったら、あ、こういうことなんだろうなっていう、あのことが頭に想像できる人だから。すごい。だから説得力ある。めちゃくちゃ説得力。今全部なずいちゃいましたもん。いやでも巨人が噛み合わなくなったとしたら、とことん噛み合わなくなる。いや、まあ、確かにそのイメージはあります、ね、そのイメージはある。ただですね、救済措置としてこちら、はい、楽しくやんなさいっていうカードが出ました。これは大勢でワイワイ楽しむ、なので巨人の皆さんは決起集会とか飲み会をとにかくたくさんやって。そうしたね、そうしたね、そうしたね、豊さん出番っすね。出番かな。社長の出番ですよ。でもさ、巨人の体質からするとさ、そういう負けてる時に何たることかっていう、なんか周りの目もあると思うんだよね。それがあってできない可能性だってあるよね。こんな負けてんのに、いつも決起集会で坂本だけじゃねえかって言われるかもわからない、そしたらやっぱ辛いよね、巨人が。ポジティブな方に大いに盛り上がっていただければ、チームの力になるはずです。おお、すごい。巨人ファンになるか。東京さんはね、そうですね。世の中で、ね、はい、5位に巨人を予想したのっていうのは、はい、ここの予想だけだと。確かに。多分ね。じゃあ豊川さんの 4位予想ですかね。4位。はい。ごめん。DeNA です。ああ。裏切った。なんで裏切りになるんだよ。いや俺はね、ずーっと、いや順位予想やりましょうよって言ったら、はい、引き逃してたでしょ。はい。これ DeNA のためなんだよ。なんでかっていうと、ピッチャーが誰が出てくるんだって待ってたんだよ。ピッチャーが揃うのか揃わないのか、はい、結局もうこの段階で揃わないっていう判断を下して4位なんだ。うわー、そうなんですか。結局さ、三浦が18番つけてるでしょ、はい、でチームにエース不在なんだよ。だからそこまでの頼り切る大黒柱がいないという証拠なんだよ。あ、だから辛いだろうなっていうことと、どのみちゃん見つめられてもなんか笑っちゃうんだけど。いや、それで筒香、宮崎、ロペス、ソト、はい、この4人は抜群なんだよ、はい、破壊力も含めて、はい、でもその前に打つ2人と、後ろがちょっと心もとない、はい、ちょっとここら辺の間挟まれてる、これをなんかバラしたら面白いような気がするんだけどね。ああ、なるほど。間にかまして、誰かをかましていけば。だけどピッチャーがいない。だからごめん、ピッチャー DeNA 4位。いやー、これはさあ、ドラミちゃん、はい、はい、4位はですね、はい、阪神ですね。おー、はい、これは揉めるとか、はい、争うっていうカードなんですね。すごい。ちょっとチーム内でもすごい揉めちゃったりして、荒れちゃったりとかって。阪神はね、いつも揉めてんのよ。大丈夫話すと。そうなんですか。ささらみがないわけ。ああ、なるほどなるほど。なんかいつも揉めてる感じがする。それが普通な感じなんですか。マートンと能見さんみたいな感じで。いろいろあるとするんですよね。いろいろあるね、本当に。対策としては、もう下手に出なさいっていうカードが出てるんでね。まあ対戦カードでちょっとこちらが優位だと思ったとしても、気を抜かない采配とかを心がけた方がいいですね。ただ山さんの運勢自体はいいので、まだまだこう上がる可能性も秘めている。 A クラスもあるっていうと、あると思います。ただまあ荒れるので、見ててスッキリするかは。なるほど、すっきり変わらない。はい、こちら A クラス3位、はい、ヤクルト。あ、おー、ヤクルトはね、はい、バッティングのその技術が高いということ、選手の、はい、まあ、それと今まではレギュラーと控えの差があったんだけど、やっぱ今年は使ってみたいなっていう選手が増えた、だからそういう意味、そういった意味では怪我人が出た時に補える選手が育ったということ。なるほど。だから3位はピッチャーだよね、やっぱり。やっぱりピッチャーになってくるんですね。ピッチャーっていうことで外人連れてきてるんだけど、ちょっと足が悪いんだよね、今。開幕から出遅れるんじゃないかということが言われてて、まあ、本当にそうなってくると、やっぱちょっと3位かなっていう、まあ、楽しみなチームだけどね。でも最下位だもんね。ドラミちゃん予想では最下位。はい、じゃあドラミちゃん
3位はですね、はい、DeNA ですね。A クラス来ましたね。いや A クラスなんですけれども、はい、カードとしてはこういうカードが出ています、はい、満足いかない結果というカードなんですね。 CS には出られるようになってきているチームなので、はい、それ以上目指しているはずなので満足いかない結果というと、まあ、3位っていうポジションかなというところ、ね、なるほど。アドバイスを見ると、はい、しがらみから抜けなさいとかこだわりを捨てなさいっていうそういうカードが出ているんですね。これはね、やっぱラミちゃんの数字を頼りにするっていうことだよ。まあ数字も頼りにしていいんだけど、はい、やっぱそこにこだわりが強いもんね。人の意見聞かないもん。なのでこうなかなかやめられないことを思い切ってやめること、うん、8番ピッチャーをやめたりとか。なるほど、やめた方がいいって出てる。まあ変えた方がいいっていう感じですね。その周りがやめた方がいいって言ってることを素直に聞き入れた方がいいです。じゃあ代打ウィーランドもやめた方がいいですね。もうないけど。各球団に行くとあの8番ピッチャーって楽だっていうね。逆にやってくる。逆に あそこでピッチャーだったら歩かしてピッチャーと勝負しようかなと思うんだけど、はい、先に回ってくるわけだよ、はい、打順が、そしたら楽だって言ってる、卓球団はね。そうなんですね。ただメジャーであれ8番使ったチームが得点力がアップしたんだよね、その時は。ああ、そうなんですか。それをあの題材で使ってる。なるほど。2位ですね。続いては広島。おやっぱり上に行きますか。やっぱ来るよね。あ、キャンプを見に行かれてますもんね。ただね、はい、2位にしたのは丸の3番。これあの1人が抜けたからってチーム力がガタ落ちになるかっていう問題ではなくて、はい、やっぱ組織のチームだから、うん、そんな1人の力で優勝できたりだとか、うん、そんな単純なことじゃないんだけど、やっぱ打線の中において3番が生まれきってないね。石川を試したりだとか、はい、他の選手も試したりだとか、はい、どの選手もうまくいってないとか、うん、だからそこら辺でのストレスがあるなということと、やっぱ小園がいいでしょ。いいですね。小園にサードやらしてんのよ今。あ、やっぱ使おうかなみたいな、はいはいはい、だからチームに迷いがある、まだ。なるほど。この迷いっていうのは勝負ごとに対してマイナスだから、だから小園は使いたいけどサードにするとか、うん、最初の当初の予定ではよ、ファームでバンバン出して鍛えると、はい、あまりにも小園がいいもんだからさ、うん、やっぱ集客もできるし小園を使うと、ね、だから、ね、小園のサードっていうのはありかなっていうとかさ、いろいろ首脳陣も迷ってる、はい、フロントも迷ってる、選手もどうしたらいいのみたいな、はい、迷いが2位になるから。はあ、それでも2位には来るってことですね。ピッチャーもいいですもんね、やっぱ。まあここだとかも良くなってるし、ね、そんなにピッチャーっていうのは悪くないけど、ただ俺心配なのが大瀬だ。やっぱオープン戦で投げてる姿が重すぎる。あ、だから昨年の疲れがあるかなっていう。まあ、昨年そこだったんですからね。俺の説得力はあるでしょ。いや、やっぱり違うね。負けないね。本気ですからね。負けないって言っちゃったよ。でも全然違うけどな。全然違う。面白いっすだからね。はい、どうした、はい、2位は広島だ。おーい、マジっすか。やっぱり今日大喜利に来た。かといっていい結果が出たわけでもないんですよ、はい、結構マンネリカードなんですよね。慣れてきちゃって、そしてちょっとスロースタートな感じはします。もともとの実力もある、そしてあの他の球団のカードが軒並みあんまりイマイチだったので、ここにいられるかなという感じで、まあ、そういう、勝負の年回りっていうのもあるもんね、はい、みんな軒並み悪くてみたいな、はい、そうですね。特にこうセ・リーグに関しては上位チーム以外あんまり良くない。私は1位以外みんなイマイチだったので。おー、はい、じゃあ、ね、1位はぶっちぎるということ、まあ、セ・リーグだとそんな感じの結果だったんで。おー、マジっすか。じゃあもう豊さんの1位予想飛ばしていきましょういやもうの残り1チームだからね。もう出たやろ。まずね、まあでも一応発表しましょう。いやでも分かんない。でもあの救済措置がありますんで、準備不足に注意しなさいっていうことが出てるんですよ。ああ、なるほど。本当にね、さっき俺が言った通りじゃない。そうですね、通り、あの準備をちゃんと早めに固めておいた方がいいです。おお、早めにしてたんだけど決まらないのね、いまだにね。説得力がありましたね。じゃあ優勝、皆さん優勝予想はやっぱ巨人だよ、ね、まあそうですよね。まあ巨人は、ね、いやもうね、優勝予想というよりも、はい、あれだけの手を尽くして、はい、優勝せざるを得ないだろうっていう、ね、コーチ陣もほとんど生え抜きの巨人選手だし、はい、だからもう巨人というカラーにしちゃってるし、
ね、で補強もあれだけして、はい、勝たなきゃいけない状況なんだよ。それで勝たなかったら解説者泣かせだね。あ、うん、そうですね。だってここまでさ人参ぶら下げてるの優勝するぞ。そう、食うでしょ解説者として。そうですね、そりゃ笑ってなんか食うでしょ。食いますね。食いますよ。いや、ちょっと待って、これ最後の占い予想に行く前に、はい、お前どこが優勝すると思って。僕はでもやっぱ広島かなと思ってましたけどね。え、自分その実際と思いがちょっと違うんですか。いや、だから思いはいらないよ。お前の思いなんか聞いたってしょうがない。いや、回りますよ結構。いやいや、回んねえや。そこカットするから言っていいよ。振りじゃんそれ。いやいや、でも自分は今年はヤクルトあるんじゃないかと。ああ、本当に。いや、本当にか。お前本当にっすよ。まあまあ最後、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ予想ということはって優勝、はい、優勝、はい、私は中日です。よし、マジっすか。中日、これ大体これは大体予想っすね。こういったカードが出ました。これは全ての始まりのカードという意味なので、今年は中日元年になる年と。監督も変えてるしな。そうっすね。ヘッドコーチも伊藤だし、はいはいはい、変えてるっちゃ変えてる。はい、そうなんで、その与田さんもすごく運気が良くて追い風が吹いているんですよね。追い風、あの肩幅に当たったら相当面白いね。物理的に。確かにそうですね。本当にこうセリーグはどのチームもカードがいまいちだった中で、はい、中日だけがいいカードが出て、ぶっちぎってるんですか。そうなんです。本当に頭一個抜けているの。うわ、はい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 、気が抜けてるわけじゃないわ。あら、当たった一個抜けてる。僕全然笑ってなかったです。お前何言うとんねん。宮城来た、宮城来たんじゃないですか。なんか嫌だな。笑っても笑ってくれないとさ。全然笑わないですね。じゃあ救済いらない。救済というかアドバイス。アドバイス、はい、チャンスがとにかくいっぱいやってくるもんね。わー、すごい。ごめんなさい。そして中堅ぐらいの年齢の人を表すので、はい、中堅の選手がかなり活躍する。来ましたね。中堅だらけだもんな。いや、多いっすよね、中堅。平田もそうだし、今年どのような道いいっすからね。あー、いいね。いいですね。まあ周辺も中堅ちゃ中堅。中堅ですよ。大島もそう。まあ大島選手まだベテラン扱いじゃないよね。強打もネオに刺激されて、はい、いいかもしれないし。そうですね。ただキャッチャーがいいな、キャッチャー。そうですね。キャッチャーやる、このマスクで。受けたら優勝するかも。確かに。確かに。こうタロットで一球一球バッターを取る。長みたいな。ピッチャー投げられないから。まずこのマスクでアウトだ。なるほど。すごい、これは。いや、ちょっと全然違う。だからこれ見て分かるでしょ、俺はお気に入ってないって。いや、まあ、一言も言ってないですよ、自分たちは。いや、パリングの時に言ったじゃない。いや、だから広島しか被ってない。ここはやっぱり上位来るっすね。安定してるということですね。この予想する解説者はまずいないだろうね。いやー、これ大体予想です。だいたい巨人が B クラスに予想するっていうのはまず誰一人ないと思うし、はい、ヤクルト最下位っていうのはないと思う。いやー、そうですね。最下位はね、阪神か中日には圧倒的に多いと思う。あ、まあ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 、まあ、あくまでも予想ですからね、僕の場合は。こっちはあの占いというね、ちゃんとしたカードを切っての話だな。はい、だからこれを参考にして、まあ、ね、シーズン見ていただくと面白いかもしれないですね。ありがとうございました。ありがとうございました。